ゆりきみまさ、ゆりきみ文政十二年、千八百二十九年十二月六日。明治四十二年、千九百九年四月二十八日。幕末期の武士、福井藩士。政治家、財政家、実業家、来歴。文政十二年、千八百二十九年。福井藩士、三岡義友の着男として、越前の国明日和軍福井城下。現 福井県福井市に生まれる、加盟6年1853年に家督相続。福井を訪れた横井湘南の植産工業作に、触発され、横井から財政学を学ぶ、橋本さないらと国事に奔走し、藩主松平春国から財政手腕を、評されて抜擢され、藩札発行と、潜媒性を結合した食産工業政策で、 急とぼした犯罪性を再建する。春国が幕府政治総裁職に就任すると、春国の蕎麦用人に就任する。長州聖伐では、反論をめぐって対立。下聖伐不支持と薩摩藩や、長州藩など夕藩支持の両派の、提携を画策したものの、支持が得られず福井にて撤去。謹慎処分となった。謹慎中に坂本龍馬の来訪を受けて、 交流を深める、坂本とは新政府が、取るべき経済政策について談議し、このことが新政府への参画を、求められたことへ結びついたのだと、後に語っている、明治維新後、土佐藩の福岡高力からともに、五箇条の五声門の起草に参画した、厚生が作成した、議事の定体が、原文となっている、新政府では調子参与として、 金融財政政策を担当する、慶応4年2月16日、参与会計事務掛けゆりは、紙幣製造対策を検白し、明治1年1月24日、政府は300万両製造を決定、ゆりに事務官奨を命令した、会計事務掛け、御用金国取締りとして、会計元流金募集や大乗観察発行。 商法士設置など積極的な政策を推進したものの、大乗観察の流通肉など政策に対する批判が高まった結果、明治2年、1869年、辞職するに至った。この頃、外国人技師を引き連れて宇都宮藩が放棄した、篠井金山の採掘に乗り出したものの、事業は軌道に乗らなかった。明治4年、 1871年、東京府知事に就任。明治5年、1872年5月。岩倉使節団の随行に加わることになり、アメリカ、ヨーロッパへ渡航し、各国の自治制度、議会制度などを研究。明治7年、1874年、板垣大輔や江藤新平らと共に、政府に対して民選議員設立憲白書を提出する。 明治8年、1875年、元老院議官に任せられ、明治20年、1887年、5月24日、死者区に除せられる、明治23年、1890年、貴族院議員、同年10月20日、蛇行のまし校となる、明治27年、1894年、3月、京都にて有林生命保険会社の、 初代社長に就任した明治42年1909年4月28日脳一血のため東京市芝区高輪の自宅で死去79歳没政作藩の食産工業策を実施するため横井湘南と共に西国各地へ出張している下関では物産取引の実情を調査し長崎では藩の蔵屋敷を建てて オランダ商館とキート販売の特約を結ぶなど積極的な経済政策を推進した民富は国の灯りであるという民富論的な富国策は大きな成果を上げた結果犯罪性は黒字に転じた東京府知事時代1872年4月3日旧暦の明治5年に銀座大火が発生し現在の東京都丸の内 銀座、築地の一帯が全焼した当時の東京は木造家屋が多かったため、ユリは銀座大火を受けて東京を防火防災都市とすべく銀座にレンガ造りの建築物を数多く建てたり、現在の銀座大通りの福音をニューヨークやロンドンの目抜き通り並みに45.5メートルに拡張すべし、と主張。 結局は27.3メートルの拡幅。するなどといった都市改造計画を立案、実行に移した人物、解明について、生誕後、福井藩士時代までは、三岡八郎の名を持ち、明治維新後に、百合昴生に名を改めた。百合昴生の読みについて、昴生か、君正か、で長く議論があったが、ゆり君正 とローマ字で、自ら署名した、東京府知事時代の公文書が、平成26年、2014年3月、発見されたため、百合構成の読みについて、福井県は、百合、君政、として今後は読みを行う、とする、意向を示している、百合政を名乗ったのは、平安時代末期の出羽の国沿岸中部の、百合地方、 現秋田県ゆり本城市の豪族百合平い及びその子孫である滝沢氏百合十二頭の血を引く家電からだった家族厚生の母親は火星の切り回しが上手な剣婦人として知られ厚生は幼少の頃より母を助けて家屋の修繕や菜園での農作業父の乗馬の飼育などを手伝った一方で武道にも励んだとされる ヘッツイ、自身が越前藩より窒序、命ぜられている際に、土の中に埋めることで、保温力を高める、釜、ヘッツイ、を考案。このヘッツイはそれまでの、製品よりも火力が高く燃料が、節約できたことから重宝され、三岡ヘッツイ、と呼ばれて、1935年、昭和10年、くらいまで、福井県下で使用されていたという、 坂本龍馬との関係。坂本龍馬とは大変気があったようで、龍馬二度目の福井来訪時明阿蘇川近くの山町のタバコ屋旅館にて、早朝から深夜まで延々日本の将来を語り合ったという、当時、近親中の高世三岡八郎には立ち会い人として藩士が付き添ったにもかかわらず、辰馬は遠慮せずに、三岡、 話すことが山ほどあるぜよ、と叫んだと伝えられる、五箇条の五正門の原文となった、議事の定体は龍馬の、戦中八作戦中八作については、資料上の疑義が多く、資料として現存している、新政府公領八作ではないかとの、説もある、と思想的な基本が、共通している、達馬は後世と会見して帰京した、 時期に新政府公領発作を自筆しているが、2014年にこれに関連する下書きが発見された、龍馬二度目の福井訪問から約一週間後、後生は福井城下にて、明日和川沿いの土手を歩いていた。その時、一陣の突風が土手を歩く高生を襲い、海中に忍ばせて、置いた龍馬の手紙を落としてしまった。 後世が手紙を紛失した時と同じくして京都にて立馬が暗殺されたという講談が残る。その演武書き坂本龍馬からの人物表として天下の人物といえば西郷隆盛と三岡八郎との言葉も残っている。